まずスタートです。スタートはまず6番のウリュー選手が取りに行きましたね。こうなってくると九州勢が前段ですね。九州勢が3番9番6番これから上昇してきます。そして中段には2番の犬伏選手がいますので、犬伏選手のラインですね、2番7番5番です。2番の犬伏選手に7番の香川選手、そして5番の渡辺哲夫選手ですね。このラインが中段です。そして後方には8番1番4番ですね、大石選手に鈴木博史選手、そして松坂選手ですね、南関東勢が後方です。綺麗な3分線のレースなんですけども、まずは前を取った伊藤聡真選手ですね。もう先行まくり、横の動き何でもできるタイプですので、まあ、ここは犬伏選手がね、かましてきたところを狙ってというレースですよね。非常に何でもできる選手ですので、非常に心強いですよね、九州勢ですね。そして山田雄平選手も初日は1着取ってますのでね、太田海也選手の先行をしっかりとマークで差し切ってますので、調子がいいと思います。そしてその後ろには瓜生選手ですね。まあ、ウリュー選手は、ね、初日は後方に置かれてしまうレースだったんですけども、また今日は、ね、前を取ってというレースでしたね。中段にいる犬伏選手です。まず初日のレースは、オリオン賞ですね。増木選手の先行7番で置かれて、少しピリッと しなかったので、まあ、今日はしっかりと仕掛けて、自分本来のレースをしてくるのかなというところですよね。先行になれば香川選手が絶好なんですけども、かましまくりになってしまった時の、香川選手がついていけるかどうかというところも、注目ポイントでしたね。そこには、渡辺哲夫選手がついてのレースです。残り2周の青番バックを過ぎてから残り2周にかけて、後方から8番の、大石選手が上昇してきましたね。その時に、大石選手のことを、ね、突っ張り気味に、伊藤聡真選手先行体制に入りました。ここが非常にうまかったのではないかなと思いますね。切られてしまうと後方になってしまいますのでね、ここは切らせずにということですよね。そして、打掌で大石選手が襲いかかってきたんですけどもね、ここを突っ張ってというレースですね。非常に航続距離も長くて、素晴らしいレースだったと思います。その時に後方から、慌てて犬伏選手がね、飛んできましたので、香川選手がちょっとつけるのが、厳しかったのかなというところですよね。そして伊藤聡真選手は、しっかりとここは犬伏選手を追う展開になりましたので、非常に展開、きれいに決まったなというところですよね。山田雄平選手も焦らずに、ここはしっかりと、伊藤聡真選手を追わせて、そして自分で4コーナー勝負でしたので、ここは、2番の犬伏選手ですね、そして、9番の山田雄平選手しっかりと、決まりましたね。見事な伊藤聡真選手のレースだったと思います。あとは犬伏選手の力強さでしたね。第6レースでした。